ち。こんな。何？なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁につく頃か。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえように先を急ぐか。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。くそ、ヘマするなよ。私も行きます。
取はできない。合流して町へ戻らなければ。仲間とはぐれてしまって助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。助かって遅れるな。縁談苦戦してやがるのか。どうして援団か。救援に向かおう。
助かることが仲間を失うとは体勢を立て直さないと。分かりました。これ以上戦え、すまんが先に引くぞ。どうした先も。おとなしくしてろ。助かった。トロストの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。いいからついてこい。エルヴィンに追いつくぞ。悪いな。瓦礫を爆破して進もう。了解しました。俺の敵じゃない。新手の巨人です。何頭か複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩されるとまずい。壊された。
立体軌道で先に進むしかねえな。どうして化け物、どうして化け物。暮らしやがって。どうしてだけも。破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。トロストク兵器も。急いで中へ。ちゅ、何が起こってやがる。面白い面しやがって。やれ。今は考えている時間がない。みんな、立体軌道に移る準備をせよ。お前は仲間の援護を頼む。あの大型機甲種を仕留めろ。了解だ。目障りだな。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します、店長。俺たちの力、見せてやりましょう。話しやがれ。近くだよ。
観察したいな。死にたくなければチップは距離を取れ。クソメガネ、まとめて相手して。ここで死ぬ。もう巨人を研究できるかな。どうした？
バケモン。行く。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて、我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は
神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし。こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オールを変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。やあリヴァイ班の皆さん、
調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では。ところで、あの巨人の実験とはどう？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？なんてこった。いつか昇格してみせる。ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験隊の巨人が死んだけ、見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで？今なんて言った？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。ナエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちりだから、エレン、お前本当に？あ、はあ。うん。